ギュンドアンのコメント見ると、ハーランドが声かけてギュンドアンに蹴らせたみたいやけど。ギュンドアンのコメント見ると、ハーランドが声かけてギュンドアンに蹴らせたみたいだなんで、PK 外したことは2点取って勝ったことより少し悲しいってう。よかったギュンドアンは悪くないんだな、ハーランド優しすぎんのよ。ペップの口ぶりからして PK キッカーはチームオーダーでハーランドだったのかな。それを個人間でギュンドアンに譲った上に外した直後にミスから1点差に迫られたとしたら、規律のほころび嫌う性格からして今後の起用法に影響ありそう。譲ったハーランドが悪いのか、副キッカーを固定しないペップが悪いのか、外したギュンドアンが悪いのか。ギュンドアン、交代でベンチ行く時にチラッとペップが怒ってるかなって見てたの俺は見逃さんかったでう。ペップにしたら懲罰交代みたいな感じだな。ギュンドアンもすれ違いざまきまずそうにしてたしう。今更だけど、ギュンドアンってドルトムントの時こんな上手くなかったよな。ペップ塾やべえな。もうハーランド、アルバレス以外蹴らせるなよ。もしよければ、チャンネル登録お願いします。